ノートブック YouTube トークナンバー68! イエイ。はい。ほい。ほい。よいしょ。多分ね、まだ酒は足りてないんですよ。ああ、まあまあまあ。今回はあれなんですよね。まあちょっと珍しいパターンなんですけどね。この収録の前に軽くね、ちょっとしたレコーディングがありまして、そうですね。まだなんか、まだちょっと今アルコールが足りてないっていうか、なんかね、いつものね、この、なんか、収録のノリとね、ちょっと若干違うんで、確かにね。ちょっと立ち上がり遅いかもしれませんが、まあ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 。お付き合いのほどよろしくお願いします。68回目か。68になりますね。ノートブックレコード YouTube ライブではないトーク。トークですね。まあ気持ちはライブですね。そうですね。気持ちはね。はい。そう。ライブをしてます。なんか、はい。ちょっと美味しいお酒をね。ああ、そうなんですよ。今日ですね、ちょっと久しぶりに札幌駅の方に寄りましてですね、まあ大丸っていうデパートがね、札幌駅直結で入ってるんですけど、そこでですね、お酒のね、まあ、地下にお酒の売り場みたいなのがありまして、そこね、試飲のおじさんが、試飲をさせてくれるおじさんがいるんですよ。蔵元の人なのか分かんないけど、試飲おじさん。試飲おじさんですね。こう、お酒の説明をいろいろしながらね、で、試飲をさせてもらうと、いや、これうめえわーってなって、じゃあ買いますってなっちゃうんだよね、やっぱね。まあ、そうっすよね。いろいろね、もっと安いのも見てて、あ、これにしようかな、これにしようかなって見てたんだけども、まあまあ、そんな高くはないんだけども、まあ、ちょっとだけね、お値段アップしたやつだけども、まあ、美味しかったし、やっぱ試飲させてくれるってね、このありがたみですよね。そうですね。感謝の気持ちで、買いました。まあ、そんな前置きはどうでもいいとして、これ、三重県のお酒らしいですね。三重県の伊賀。伊賀、これ、神の上の上の神の、うん、あ、映ってないか。これ、映ってるか、これで。っていうね、この半蔵というね、名前で、まあ伊賀で半蔵だから、もうこれは忍者だなと思って、ね、忍者っすよ。この横を見るとこう、さりげなくこれ見えますかね、この白くこうね、忍者が。忍者がいますね。忍ばずですね、完全に。ああ、そうです、忍ばずだよ。いや、でもあの、ね、忍者そんなに目立ってないから、ちゃんと忍んでますよ。忍んでますよね。忍んでます、忍んでます。まあっていうね、なんかその箱のおしゃれ感もあり、ボトルを開けるとなんか、まあ、多分ね、今時期限定だからかわかんないけども、この桜の文字が抜けちゃってる。あ、そうか、緑色だから。なんか空になってるみたいな。ちょっと、これ後ろの、これ、そうそうそう。そうですね。お花のラベルで。ね、いや、このね、ラベルの通り、これ、ちょっと、キャップを開けるとですね、すごい香りがパーって華やいできまして、うん。びっくりした。これはもうなんか、ジャケット負けしてないという。そう。ラベル負けしてない、すごいいい香りがしまして、いや、美味しいね、これ。これ美味しい。いいですね。やっぱね、新おじさんはいい酒を運んでくれる。そうですね。うん。なんかやっぱ、新させる側って結構難しくないですか、なんかその。させる側。新をさせる側、うん、進める側、うん。その、いきなり高くて、どう頑張ってもうまい酒っていうのってあるじゃないですか。うん、それをいきなり進めても、いや、買わない。買えない、買えないってなる。うん、予算オーバーだね。そうそうそう。その、うん、この絶妙なラインをついてくる。そう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 。うん、全然買える値段なので、うんうん、もう買っちゃいますよね。そうそうそうっていう。で、美味しかったし、うん、なんかチョイスがうまいな、うん、やっぱ、そうだ、やっぱ、うん、そこをちゃんと狙ってくるんだよね。 DJ みたいなもんですよ。まああれだよね、まあ、DJ とか、まあ、ソムリエとかさ、やっぱそういうなんか通な人が、しかも一般層でも楽しめるものをこうチョイスするっていうのはね、大事な仕事だと思いますからね。人に勧めるっていうのはね、うん、そういうことですもんね。難しいですよね。乗ってしまいましたね、手のひらの上。いやいやいや、悪いことではないので、別に決して悪いことではないね。試飲おじさんの、まあ基本的にはああいう、うん、試飲させてもらう、してくれ、させてくれる人をね、うん、信じる方がいいと思いますよ。もちろんそうです、うん、それ以外だったら、だってね、ジャケットと値段でこう決めなきゃいけないから、そう、結構やっぱね、外れを引く時もあるわけで、うん、なんかいると安心しますもんね、やっぱね、うん、もう間違いないですからね、うん、で試飲もしてるわけだから、もう、あ、こういう味なんだってちゃんと確認できるからね、うんうんうん、積極的にね、利用していきたいと思います。うん、はい、楽天祭さんと、昔、うん、なんていうんですかね、日本酒試飲し放題の、行ったらしいね。そう、イベントがあって、それすごく楽しかったんですよ。うん、お酒の、日本酒なんですけども、うん、その、なんだろうな、こうぐるっとこう、囲むような感じで、うん、その、部屋の外側にずっとこう、うん、みんな内側を向いて、こう、酒が並んでる、酒っていうか、あの、ほう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 、プロが並んでるわけですよ、ずらっと。はいはいはい、で、まあ、このちょっとおちょこを配られてね、うん、その中に一口ずつぐらい、ああ、そうか、うん、そう。で、なんぼでも無制限に、ね、無制限に飲める、無法地帯っていう感じだったんですけど、はいはい、そう、すごく、うん、なんかこう、良くてですね、うん、やっぱこう、
みんな、うん、そこの蔵の人が来ててとか、うんうんうん、そのゆかりのある人がこう勧めるので、うん、みんな自分の蔵のこと大好きだから、うん、こうガンガンね、うん、あのいいところをアピールしてくれるわけですよ、うんはいはいはい、なんかいろいろ歴史とかも聞けると面白い、ね、そうそうそう、そういうところが、うん、なんかこう身近にあるといいなと思って、うん、そうなんかねまた行きたいなっていう、もうああいうイベントってあんまさ年に何回もやらないよね。やらないですね。だからもう行けたらほんとラッキーみたいな、うん、なんかもう人に勧めてもらうのがちょっと好きになってきてるっていう、うん、まあう実際ねあの自分で選ぶのって難しいからね、大体、うん、安いの買っちゃうからさ俺は、うん、そうなんですよね、まあ、安くて美味しいのもあるけどね、うん、やっぱそれとはまた違うね美味しさがあるのでね、やっぱこういうまあね、イベントなりシーンなりをね、うん、積極的に活用してこうお酒の味をね知っていったらいいんじゃないかと、なんか本当に酒番組みたいな、酒番組ですよもうお酒大好きですから、まあ、前半はね前半はそうなりますよね、そうそうそう、お酒飲んでるし、それこそねあの、うん、アンダーバーさんあるじゃないですか、うんうんはいはい、僕らもよくお世話になっている、うん、すすきの社交会館の5階の、うんはい、バーなんですけども、うん、そこの人結構やっぱお酒詳しくて、うんうんまあ、それバーの人だからね、バーの人だからすごくその場所でいや僕臭い、うん、臭めのウイスキーが好きなんですよって言ったら、うん、そのおすすめをくれて、あそうだカクテルとかもなんか、ね、そうそうそうこういうのが飲みたいって言ったら作ってくれる、そうなんです、なんか味を言ってこう伝わる人がいるところっていいなと思って、うんうん、そうだよね、うん、なんかうさんくさいっていうかさ、うんうん、なんかこういうなんていうのかな、そういう感じのこういうつながりのさ友達つながりのバーとかだとあんまなんかそういうの分かってない人とかいたりとかするからね、 あそこはちゃんとしてるよねアンダーバーは、バイブスバーじゃないですか、ね、バイブスではない、うん、ちゃんとお酒美味しいしね、うん、カクテルもすごい いい感じで作ってくれる、美味しい、あとその下の、うん、メイドバーかのアミュールってあるんですよ、はあはあ、俺は行ったことないけどうちのクルーで好きな人がいるって、そうですそうです、あの元バーカオスだった場所なんですけれども、はいはいはい、そこにこの前行ってみて、うん、そしたらあの、うん、メイドバーだから、うんうん、やっぱこうちょっとね、うん、キュンキュンしてるお酒とかがいっぱいあんのかなと思ったらうんうん、うん、そんなこと全然なくて、あ普通に普通ちゃんと普通のお酒が置いてある、普通のバーよりもビールの種類が多いびっくりしました、あなんかあでもビールなんだね、普通なんかバーっつったらさなんかなんかウイスキーに力入れてるとこが多い気がするな、そうですよね、スピリッツ系とは、うん、ビールだったんですよ、ビールが多いっていうのは珍しいね、なんかメイドさんっていうよりはオーナーさんがビールすごい好きみたいで、うんうん、それの趣味でこう仕入れてきていると、うんうん、なるほど、すごい社交会館は酒飲みにはたまらないビルになってきているぞっていうのをちょっと、ね、なるほどね、いやそうしていきたい、いやなんか メイドなんちゃらっていうとどうにもね、うん、まあ昔メイド喫茶ちらっと行ったことはあるけど俺はそこまでハマんなかったから、うん、いまいちピンとこないんだけど、まあでもそうだね、普通に酒飲みに行く感覚で、うん、まあ、メイドさんいたらちょっと嬉しいかなみたいな、うん、でまあね酒もなんかいろんな種類あるんならそれは行ってみたいですね、なんかあれですよね、こう、うん、若い人向け初心者向け、うん、スナックみたいな感覚というか、うん、ああなるほど、なんか違うかな、あのカラオケとかある場所もありますしね、うん、ちょっとそんな感じなのかなっていう気がしますよね、うん、アミュールさんはそういうノリではない、カラオケとかではないは、ではないと、いや僕が見てないだけかもしれない、うん、それそういうのね、あの、うん、うちのしげくんに聞いた方がしげがかなんか相当な頻度で通ってるという噂がありますので、はいはい、そう常連ですからね、うん、まあじゃあそれはまたしげが来た時にその話をしましょう、しましょうしましょう、はい、というわけで、はい、今日もちょっと、ね、いろいろ曲を紹介していこうかなと、うんね、じゃあ1曲ずついきますか、酒の番組ではないのでねそうですね、なんならね、はい、はい、そういうわけでちょっと今日は、はい、うん、僕から1曲紹介したいんですけれども、はいお願いします、それはですね、うん、今年はやつこは10周年記念アニバーサリーイヤーみたいな感じになってるんですけど、今回も言いますね、やっぱりそこまではい、またちょっと外れて、はいはい、僕の新譜が出たので、おなるほど、それはやっぱかけとかないと、その曲をちょっと紹介しようと思って、うんうん、よろしくお願いします、こちらですと、はい、よいしょ、開いてました、これジャケット大丈夫かな、小さくない、ちっちゃい、ちっちゃいけどこうかまあいいか、うん、こちらこちら、はい、こちら逆だ、はい、まあ、いいや、メガレイブ、はい、メガレイブさんから出しましたか、久しぶりに出させていただきました、うん、おいしょ、ラスケッチカルマ EP、 カルマ、そう、はい、土着層、はい、もう、これはあれです、うん、カルマです
ね、俺ちょっと一個気になってたのが、はい、あのカルマをねアルファベットで表記するとね、はい、R の後に U がつかなかった気がするんですけども、それはあえてこうなってるんですね。あえてってことにしておいてほしいな。いやなんか、うん、ローマ字読みであえていくみたいな話をさっきちらっと聞いたんだけど、ローマ字読みでいきたいです。なるほど、メガレイブさんからまあまあ俺はあの日本人だぞという、ね、そうそう、やっぱねジャパニーズ感みたいなのは、ねうん、ちょっとガンガン出していきたい、出してた方がいいですね、やっぱオリジナリティだよね。そうですね、あの、うん、メガレイブさんからは2007年に1回こうリリースをしてるんですけども、うんうん、その時の1発目のリリースもサムライテロリストっていう名前だったりとかしたので、あ、そうか、そう1発目サムライテロリスト、そうですそうです、うんうん、あれ1発目サムライテロリストですね、うんはいはいはい、結構その、うん、日本語をモチーフにした曲をいっぱい、うんうん、メガレイブから出した方がいいなって思ってて、うん、いや絶対そっちの方が面白いよね、結構いろいろ出してるんですよね、うん、あんまり日本でリリースしてないので、うん、そんなになんかこうプレイしたりはしないんですけども、うん、結構その上げ足とかガキとかそういうタイトルの曲とかが結構多くて、上げ足上げ足ってすごいな。そういう、そういう日本語タイトルの中のうちのカルマっていう感じになってます。はい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 、で、うんまあ、これはじゃ あのその流れで、音楽的にはどういう特徴はあるんでしょうか。ちょっと泣きっぽいメロディーを入れたその表題曲のカルマと、うんうんコピーズっていうですね、ナッシングオリジナリティっていう2曲目があって、うんうんそれはちょっと今っぽい流行りを、うんうんうん、流行りに乗りまくった曲っていう感じになってます。そのトラップ、その2曲が入った EP ということですね。 EP です。なるほど、デジタルリリースオンリーですね、うん、今のところまだ、Spotify とかそういうストリームでも出てないので、うんハードチューンズさんでしか買えない、ハードチューンズ、アンダーグラウンドな一品になっております、はい、なるほど、もうこれをね現場でかけると、はい、これ現場的にはどうですかね。そう、DJ 的にはいけそうな感じですか。DJ 的にはめちゃめちゃいけてると思います、うん、なるほど、先週末かな、うんブラックボックスっていう東京のイベントに出演したんですけども、はいはい、この2曲ともかけて、うん来まして、うん、結構ね、なんだろう、コピーズはすごく癖が強いので、うん、結構面白い感じになると思います。途中でトラップになってからまた190に上がるみたいな曲なの で、うんうんうん、でカルマはちょっと使いにくいかもしれないですね。兄弟曲だけどまあまあじゃ あの、まあ曲として普通に聴く方が楽しい。そうですね、まあ、そっち向けの、曲ということですかね。ブレイクが長い方が好きなんですよ僕。なるほどなるほど。なんかこう、わーってわーって浸れる曲がやっぱ好きで、うん、そのやっぱこうね、同人とかの方でリリースするときはブレイクが長いと結構ね、うん、足止まっちゃって、あなんかこう そうだね、そういうの意識すると、うん、やっぱすぐ立ち上がっちゃう感じになっちゃうんですけど、うん、それを一切無視して、うん、趣味だけで作ったら、やりたいことをやったと、すごくブレイクが長くなったという感じになってます。なるほどなるほど。じゃあそれを踏まえてちょっとね、はい、お楽しみいただきたいなと思います。いいでしょうか。はい、聞いていただきましょう、はい、1曲目の表題曲のラフスケッチ、はい、カルマを聞いてください。カルマ。
はいはいはい、よいしょ。ウィキデイアンシャラフスケチカルマ EP よりカルマ、表題曲カルマですね。はい、まあまあ、いろいろお話ししてそうそうそう、まあ、ブレイクが長いからちょっと使いづらいんじゃないかみたいな話もしてましたけど、うん、聞きながらやっぱりね、結構引っ張ったけどもまあまあ、でもあの極端な長さじゃないからか、うん、まあまあ別に現場で使うこともできるんじゃなかろうか。できればね、あの、うん、使ってほしいんですよね。そうですね皆さんにね、うん、いや気持ちいいと思うよ、これ箱で聴いても、ブレイクでリズム帯が一切入ってこないっていう。入んないね、入んないし、あの思ったより、あのなんだ、ここで来るかなっていうのさらにさ16小節ぐらい入るじゃん。入ります入ります。ああっていうね、あれがね、あれあそこでね、焦げる人絶対いると思うんだよね。絶対いますね現場にかかった。あと一切この曲声ネタを入れてないんです。ああ、はいはい、ボイスサンプリングを一切入れてなくて、うんうん、そうだね、そういや何も入ってなかったね。そう、それもなんかこうちょっと最近好きで、うんうん、そのなんだろうな、あのフリーフォームとか、あの、うん、シゲがかけるようなね、うん、ハードエナジーとか、うん、それ系のような、うん、なんかこうよりストイックな方向性に倒したような感じで。まあ、それでいて、あの、まあ、綺麗な音でさ、あのブレイクのなんだろう、シンセの音なのかな、なんかシンセというかクワイアみたいなさコーラスみたいな感じの、まあ、とにかく綺麗な音でね、うん、すごい聴いててこれ気持ちよくなる。しかもちょっとなんか幻想的な感じもあるからね、いろいろこうイマジネーションを刺激されるのではなかろうかと。ぜひぜひ、うん、とてもいい曲ですね。ハードチューンズで、はい、ナウオンセールです。ナウオンセール。ぜひぜひ、はい、まあ、ちょっとねユーロとかカードがないと厳しいんですけど、うん、あ、なるほどね、もしそれらの方法が使える方はチェックしてください。ラフスケッチカルマ EP でした、はい、そして、はい、じゃじゃん、じゃあ中田から言いますか。はい、中田さん、じゃあジャケット出してみますよ。おい、はい、これ先週に引き続きです。はい、ハロウィーンが、もうね、あさってになりますか、これ配信されると。ね、そんなすぐかなります、次の日曜18日に、ゼップ札幌にもうハロウィーンご一行様ですね。もう昔の抜けちゃったメンバーも来ていただけるという、はいはいはい、まあ、そんなんで、まあ、さすがにもう一曲ぐらいハロウィーンかけておきたいと思いまして、うん、ね、このキーパーオブザセブンキーズっていうのは、パート1とパート2が出てて、日本版ではね、このジャケットね、小さく書かれてるのがパート 1&2 みたいな感じになってて、2枚組になってるよね、はいはいはい、でリリースされてて、まあ、バラでもリリースされてたかな、まあ、とりあえず、うん、それでリリースされてて、先週は、パート1の、ね、頭の曲をかけて、今回はパート2の方をいこうかなと、うん、まあ、パート2もね、やっぱりもうこれも名曲揃いなんですけど、やっぱり、ね、頭にですね、うん、まあ、イントロが入って2曲目にイーグルフライフリーというね、うん、もうこれはもう伝説の名曲ですね、メロディックメタルシーンにおける、うん、もういろんなバンドがこの曲をお手本にしたという、もうね、メタルらしいガッという入り方、マイナー調の、バースとブリッジ、まあ、A メロ B メロですね、でサビで一気に蝶々に明るくなるんです、うん、この展開がもう衝撃だったな、じゃないかなと当時は、うん、うん、で、うん、メロディックスピード、ね、まあ、メロディックメタル系ではね、もうそういうスタイルの曲がいっぱいありますんでね、もう俺も大好きでこういうのは、うん、まあそういうお手本みたいな曲ですね。ドアンセムをじゃあ、ドアンセム、超ドアンセムいきましょうか。はい、ハロウィーン、キープオブザセブンキーズパート2よりトラック2、
イーゴーフライフリー。はい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 聞いていただきました。キーパーボードセブンキーズよりハロウィン、イーゴープライプリーでした。はい、もうすごいサビのこのさ、うん、飛んでいく感じ、ね、イーグルがフライフリーですよ。そう、バシ高々が飛んでいく、ギオに飛んでいく感じ。さやっぱね、あの人間はすごくいい曲を聴いた時に語彙力はなくなるんです来ましたか、イーグルがフライフリーですよって今やばかったねいや本当にそれしか出てこなかったねルー語みたいになってましたね今そういう、はいはい、いや語彙力を失ういい曲ですねっていう、そう、語彙力を失ってるのはねお酒のせいかもしれませんけど、ね、そうですね、お酒が美味しいので、うん、なかなかいいペースで進んでますね。そうですね、ちょっとこれ2本目大丈夫かなって思いますねそうですね、はいはいはい、そういうわけで、はい、この人たちがなんと2日後、うん、そうなんですよ、あさってですね、うん、ゼップ札幌ね、えたまだチケットソールドアウトじゃなかったと思うからな、買えるんじゃないかな。マジっすか。確かね、なんかね東京大阪のあたりはソールドアウトになってるやつもあるんだけども、確か札幌はまだだったはず。札幌人ねちょっとチケット買わないんだよね結構。わかるな、なんかありますよね、うん、チケット文化に疎いというか、うんうん、ちょっとね、うん、まあ慣れてないんだろうね、その来日、あ、来日じゃない、来札情報、うん、あ、そういえばどこで見ればいいんですかね、そういうのって。あ、どうだろうな、まああの、まあチケットピアで取り扱ってるので、うん、まあ、俺はあのよくチケットピア の, あのパルコとか行くときにね、あ、パルコ、はいはい、めっちゃ地元トークになっちゃうけど、まあ、あのパルコに行くときにあの地下にさチケットピアあるから、ありますね、そこで見て、あ、 こんなん来るんだみたいなとか、へー、あとはなんだろうな、まあ、ツイッター見てたら情報流れてくることも多いし、まあそうっすよね、うん、とか、まあ、なんかネット見てたらいろいろメタル系のニュースサイトみたいなのも俺いくつか見てたら、まあ、そういうので知ったりとかとか。じゃあパルコにも行かないで、なおかつインターネットもしてない人が札幌には多いってことですかね、まあ、まあまあそうだね、それもあるだろうし、乱暴な言い方をするとね、うん、まあやっぱ慣れてないんじゃないな、そのライブを見に行くっていうね、このあれがさ、多分冬場なんか特に
届けたくないし、それはあると思いますね、うん、いや俺らなんかまださ、うん、中札幌の、ね、中心部近いとこ住んでたりとか、うん、職場も近いじゃん、ね、だからよくそういう情報はゲットできるけども、うん、もうちょい離れたさ、例えばね、清田区とかさ、厚別区なんかは結構遠いじゃん。具体的ですね確かに。いや申し訳ないけど清田区なんかもうほんとねえ外れでしょ。札幌じゃ、札幌だと思ってないもん俺申し訳ないけど行かないもんだってなかなかね、アクセスは、うん、そう天気に左右されますよね、うん、そうあとかね、うん、そうちょっとねお時間もあれですけどね、天気で言うと、うん、大吹雪の時にやっぱクズ展とかをやった時は、うん、ありましたね。そうツイプラでは行くっていうのはあったけれども、うんうん、結局当日の大雪で全然来れなかったっていうようなこともありますから、そういうケースも多いから、うんうん、しかも広いからさやっぱね北海道は。なんならあれなんですよね、ワンチャン当日券があるならそっちの方が安牌だなっていう、ね、ああまあ当日券はあるはずです。そう、うん、ちょっと高くなるけど、なんかこうそういう感覚ってあるのかなっていう気はして、うんうんうん、前売りで来ても持ってても行けるか行けないかちょっと、ね、天候に左右されるみたいな、うんうん、ちょっとね離れたとこに住んでるとそうなるだろうしね、うん、はい、なので当日券はちょっとね、うん、多めに用意しておいてほしい、うん、そうですね、まあそこまでね、まあね、クリエイターじゃない、プロモーターズの、まあ、売る側がね、うん、ね、そこまで考えてらっしゃるじゃないかとは思うけどもね、はいはい、うん、何の話になったのかよく分かりませんけれどもちょっとなんかうちはいたじゃないけどなんかいつもと違ったね、完全に串取りのトークでしたねこれはねそういうわけでピンポイントだね今日は随分そういうわけでですね、はい、また次週、はい、はい、また次週、来週の金曜日に、はい、お会いしましょうということで、はい、ノートブックのラホースケッチとラホースケッチラホースケッチ中田もやだろでしたありがとうございました。はい、また来週、またね。